そしてで鹿島の話ですね。あの動きの悪さと真ん中叩き割られての失点は自信喪失してるゆえじゃない。多分前線でキープするのか簡単に叩くのか迷ってるのもそこに気にしてると思うの。でもそれって成功体験を積むしかないのよ。回して引き出そうとしたり、サイドからズレを作って再現性ある攻撃をしたり、プレスの形を構築したり、私は今本さんは、心中するにあたる監督だと思ってるのよ。岩政さんの問題なのかってのはやっぱり感じるところはありますけどね。岩政さんを交代したら終わりだと思うんだけどね。誰連れてくんだって話で、もう一回相馬引き抜きとかしかないですよ。柳沢ね、まあまだまあさすがにだろうと思うけど、相馬さん退任の時の三沢のスピーチのことがあるからとてもじゃないけどお願いできない。そうだね、絶対ないね。2億パーない。岩本さんが何がしたいか試合見れば見えるじゃない。はい。でも選手の失礼やってるなって部分は見えるじゃない。はい。そこで落とし込みできずに選手が迷ってるのは事実なんだけど、やりたいことは見える分どうしても責めれないのよかな。諦められないのよ。解任だけは解任し勘弁してくれませんか。難しいね。だから岩政さんの問題はさ、その岩政さんを解任してじゃあ誰にするのってのが難しいね。もう俺はちょっと牡蠣使ってみてくんねえかってのは思ってる分ありますけど、ユーマ左にしてね。マジですると今日の鹿島はひどかったですが、これくらい何もかもうまくいかない試合は毎年必ずあるのよ。わかる。未来に向けて修正できるかが肝心で、岩本さんが来年以降継続できるか今シーズン終わらないと評価できない。思いますね。だってしかもぶっちゃけさ、去年も、まあ、やってはいるけどさ、完全岩本体制ですって形でやって7試合でしょ。しかもうち2試合ぐらいレッド出てるじゃない。3試合か。だからあれだと庄司の怪我とかあったから、今日がもともとあれだもんね、やっと全員揃った日だもんね。